はい、それではね、今回からは四角2番の筋肉の内容をやっていきます。今回は筋肉のところの括弧1番の筋肉の種類のお話をしていきます。まず筋肉の種類ね、そこいきなりパッと絵が描いてありますね。3つ、一番左のやつはね、なんか横縞が見えるな、2個目のやつも横縞見えるけどなんか分岐してるなと。で、あ、一番左のやつだと角がたくさんありますよね。で、あと一番右のやつはね、他の左のやつとちょっと違ってなんか防水系をしてるなっていう感じですよね。形が違うなというやつ。これ一番左から順番にね、こういう一番左みたいな筋肉を、これ骨格筋っていうんですね。骨格筋、赤で、あ、黄色で書いていきましょう。黄色でね、骨格筋、で、その次のやつは心筋ですね。心筋、心臓の筋肉です。骨格筋はこの普通に腕を動かしたりするやつですね。で、一番右のやつは内臓筋ってやつです。内臓筋っていうのは内臓ね、小腸だったりとかね、とかの筋肉ですね。胃の蠕動運動に関わる筋肉だったりとか、そういうのが内臓筋ですね。はい。で、こいつらに関してはね、そこに下の表にまとめてるような感じになるんです、にまとめられるんですね。まず構造、横紋筋と心筋っていうのは、骨格筋と心筋っていうのは横紋筋っていうふうに言われますね。横に横縞が見えるじゃないですか。なので横紋筋っていうんですね。で、さらに下、内臓筋、内臓筋っていうのはね、こいつは平滑筋って言われます。っていう構造をとってます。で、意志ね、動かしたいっていう意志に従うかどうかって話ね。っていうと、この意志との関係は、骨格筋はね、骨格筋は自分の意志で腕を曲げたい、腕曲げる、できるじゃないですか。なので骨格筋っていうのは運動神経が連絡してるんですよ。神経が連絡している、ね、こういうね、筋肉を、ね、こういう自分の意思で動くような筋肉のことを随意筋って言います。随意筋、言いにくいよね。随意筋、言い多すぎってね、随意筋っていうんですね。一方、心臓ね、心臓自分の意思で止めれますか？無理ですよね。心臓止まれって言って止まったら怖いですね。そんなできないんで、この心臓とかに対してはね、運動神経ではなくて自律神経、前なんかパッと出て、ちらっと出てきましたね。交感神経とか副交感神経ですよ、あいつら。で、それ自律神経が連絡していると、ね、こういうね、自分の意思で動かせないような筋肉のことを、チョークが短くなったんですね、はい、ことを、よいしょ、あ、手が汚れた、付随筋っていうんですね。で、その後、特徴、それぞれのね、筋肉の特徴ですね。としては、明暗の横縞が見られ、骨格筋ね、まず、明暗の横縞が見られ、多角、これ結構重要。角がたくさんあるんですね。多角の細胞よりなると。で、収縮は早いですね。自分として、パッ、収縮は早く。収縮は早く、力も強い。だけども疲労しやすいんですね。で、
両端は腱となって骨格骨ですねと結合し、一方的に一方向に強く収縮すると。でミオグロビン、こいつの働きって酸素の蓄積でしたね。ミオグロビンやたくさんのミトコンドリア、含む接近、持久力のある、ね、接近と、あと瞬発力のある発筋っていうですね、はい、これミトコンドリアとかミオグロビンが多い理由はよくわかりますよね。ミオグロビンは酸素を貯める、ね、じゃあ酸素って何のために貯めてるんかなって言ったら、ね、ミトコンドリアでミトコンドリアの後期呼吸でエネルギーを産生するためですよね。エネルギーの話はね、1個前の第5章の生体の機能タンパク質、タンパク質のところでねやりましたね。はい、じゃあ次、心筋。心筋っていうのは横紋が見られる、ここ一緒なんですね。なんですけど心筋っていうのは単核なんですね。の細胞よりなる。各細胞は枝分かれして網目状に接続している。自動性を示し、この心臓の自動性に関してはね、また今後お話しいたしますので、まあ、ここではね、まあ、そんなんがあるんだなと思っていてください。自動性を示し、収縮を繰り返して疲労はしない。ね、疲労して休んでたら困りますよね。その間心臓止まるってことですからね。そんなことはないですね。疲労しないんですね。なかなかすごいです。で、次。防水系で、いや、これ内臓筋ね、防水系で、こいつ、単核ですね。の細胞よりなる。さまざまな方向に収縮し、収縮は柔らか。緩やか。で、力は弱く、疲労しにくい。ね、疲労しにくいんですよ。じゃないとだって持続的に消化ってできないですよね。はい、ってことです。で次、括弧2番、筋肉の構造の話ですね。筋肉の構造、そこに書いてあるようにね、筋肉があって、そこから、ね、その筋肉一個一個ほぐしていくと、そういう繊維になって、でそのさらに、ね、繊維の中に繊維があって、さらにその繊維の中に繊維があるみたいな感じになってますよね。で一番最後にね、こんな絵が書いてあると思いますね。こんな絵が書いてある手前、これの一個手前ね、こんな絵が書いてありますね。こいつのことをこれ筋原繊維って言います。でその一個手前のやつのことを筋繊維って言います。でこの筋繊維っていうのが筋肉を作る最小の単位です、ね、最小の単位、ね、最小の単位ってそのまま下に単位があるやんけって言うと、それは違う、これが要はこの細胞なんですよ、ね、細胞1個で、その細胞の中の構造として筋原繊維っていうのがあって、そのさらにその下の構造としてこういう構造があるわけですよ、ね、だから細胞内の構造です、こういうのは、ね、OK ですか。はい、で一番下のこいつが結構重要で、まず構成しているものとして重要なものをまず最初にやっていきましょう。一番かな、一番重要なのは、そうですね、一番重要なのはこいつですね。この真ん中にある太いやつ、ね、こいつタンパク質なんですけども、こいつはミオシンフィラメントって言います。ミオシン、なんか聞いたことあるぞ。モータータンパク質ですね。モータータンパク質の一種ですね。ミオシン。そのミオシンがいっぱいつながってる繊維、ミオシンフィラメントですね。で、それとこっちここにね、もう一個タンパク質のがあって、こいつも繊維状になってて、こいつはアクチンフィラメントって言います。アクチン、これもなんか聞いたことありますね。細胞骨格ですね。ね。細胞骨格のミクロフィラメントを形成しているのがこのアクチン
ですね。でそのアクチンがバーって束になったやつがアクチンフィラメントね、はい、繊維状になったやつがアクチンフィラメントです。でこれなんか仕切りがありますよね、縦にね、この仕切り、この仕切り、この仕切り、どっち側から名前書いてたかな、こっちか、こっちに名前書いてたんですね、はい、こっち、この仕切り、この仕切り名前、こいつ Z 膜って言います。 Z 膜、でこの Z 膜から Z 膜までの間のことを近接、ちょっとこれ横に書きますね、近接、と言ったりカタカナでサルコメアって言います。 OK ですか、はい、サルコメアって言います。でこのミオシンフィラメントがある領域、ね、ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントがあるんですけど、この領域ね、この領域っていうのは観察するとマクロ結晶に見えるんですよ。なのでこの領域のことを暗帯って言います。暗帯、周りに比べて暗く見えるので暗帯って言います。一方ミオシンフィラメントは太いのでこうやって光を遮るんですけども、アクチンフィラメントって細いので、まあ、光がねあまりそんなにほど遮られないわけですね。そうするとこの部分は周りからするとアクチンフィラメントがだけしかないようなところっていうのは比較的明るく見えますよね。ということでここの部分は明帯って言います。はい、でさらに、あそうだった、チョーク短いんだった。このミオシンフィラメントしかない場所っていうのがありますよね。ミオシンフィラメントしかない場所、ここ、ここのことを H 帯って言います。オッケーですか。あ、これなんか帯の感じ間違ってるね。この帯間違ってる。この帯おかしいわ。はい、H 帯っていうんですね。オッケーですか。書いた。オッケーですね。はい、じゃあ次のページ行って、次のページ。今ここに書いたね内容をちょっとだけ整理しておきますね。筋肉を構成する最初の単位、最初の単位の細胞をね、なんて言うんでしたっけ。筋繊維ですね。筋繊維と言いますよと。これよく間違えるんでね、しっかり頭の中入れておいてくださいね。繊維。といって、骨格筋は、骨格筋の筋の筋繊維は多角の細胞でありますというわけですね。の細胞であると、ね、だからこの筋繊維の中にいっぱい核がいっぱいあるんですね、はい、で筋繊維に含まれる微小構造、ね、筋繊維に含まれる微小構造のことを筋原繊維って言うんですね、はい、っていうわけです、はい、OK ですか。はい、それでは今回の授業はこれで終わりにして、今回のこれだけはね、筋肉の最小単位が筋繊維であるってことね、しっかり覚えておいてください、ね、あとね、もう一個ね、こいつ、この筋肉の、ね、中に入っているこのミオシンフィラメント、アクチンフィラメントっていうね、 Z 膜とかいられるこ の、ね、この構造、このサルコメアのね、サルコメア近接の構造っていうのはしっかり覚えておいてください。これを覚えとかないと後でね、筋収縮をね、次の授業でやるんですけれども、その、ね、筋収縮の時のね、このなんか名前がね、全然わけわからなくなってね、もうこんがらかってこの後筋肉やってられなくなるので、しっかりとねこれを覚えておいてください。はい、それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回は筋収縮のお話をしていきます。はい、それではね、次の動画へどうぞ。